戦力外から獲得した尾中投手、どんなピッチャーか映像を見た僕が解説。主な球種はこんな感じ。フォークは決め球になりきれず、あんまり投げてません。右バッターには内角にストレートやシュート、外角にカットボールの攻めが大半。コントロールもそれなりで、右バッターはよく抑えることができます。ヤクルトでいうと大西投手のイメージ。左バッターに対してはそもそもあまり当たらないように運用されていて、あまり攻め方が見えてきませんでした。体感5割くらい打たれていた印象。右バッターからはゴロを量産できるので、左バッターをどう抑えていくかが一軍で活躍するためのポイントになりそうです。